政党愛知肉国政改革委員佐藤健太郎48歳職業司法書士。結婚して10年目のこの4月に諦めかけていた待望の第一子を授かりました。ありがとうございます。毎日息子にお父さんはお前のこと大好きだぞ、生まれてきてくれてありがとうって声をかけています。最近息子の育て方について考えると、自分の子供の頃から20代までの頃を思い出します。私は自分に自信のない自己肯定感の低い心が不健康な人間でした。学力、性格、容姿などを他人と比較して劣等感を覚えたりで逃げ道を作って、勉強も仕事もいつもどこかで手を抜いていたんです。そんな自分が嫌になって28歳の時に、何か一回ぐらい一生懸命やろうって決めて、受験生の中で 0.4% しかいない司法書士試験に1年で合格を目指しました。1年後試験には落ちました。本当に悔しかったです。次の年の試験の直前になって、母親が胃がんの手術を受けました。3ヶ月後55歳で亡くなりました。生きたくても生きられなかった母親の分まで体も心も健康にして、これからは人生真剣に生きていこうってその時決めたんです。それから5年間2、300万円のお金をかけて心の健康について学びました。その中で日本人には自己肯定感の低い人が多いってことを知りました。今日本では10歳から14歳までの子供が命を落とす原因第1位なんです。自分には生きていく価値がないって子供が考えてしまう自己肯定感の低さが原因だと思います。いじめだってそうです。自己肯定感の低い子供が自分の心を満たすために自分より弱い子供をいじめるんだと思います。もしあなたのお子さん、お孫さんがそうしたら、いじめにあったら悲しくないでしょうか。この問題は子供の自己肯定感を低くする教育が原因だと思います。あなたのお子さん、お孫さんにどんな風に育ってほしいでしょうか。いろんなお考えはあると思います。そしてどんなことがあっても幸せに生きてほしい、何があっても自分に自信を持って生きていける、そんな強い心を持ってこれ育ってほしい、そんな風に願ったことはないでしょうか。日本には星の数ほど素晴らしいところが詰まっています。これらをきちんと教えていって、日本のこと好きになるような、好きな日本に生まれた自分も好きになるような、自分に自信を持って生きていけるような、そんな教育に変えていきませんか。参政党はこういう教育を実現できる政党です。どこの経済団体からも全く資金を受け取らず、純粋に子供のこと、将来の日本のことだけを考えて活動できる政党です。ぜひあなたのお力、参政党に貸してくださると嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。